18番、青木優奈さん、日本大学。東日本選手権のチャンピオンの登場です。青木優奈、初出場の NHK 杯では日本人トップの成績を残しました。このショートは自分で振り付けを行ったプログラムです。いい表情で入りました。冒頭は青木だけが挑む難しいコンビネーション、トリプルルッツ、単独になりましたね。ダブルアクセル、ここは綺麗に決まりました。バタフライの入り方からフライングキャメルスピン。足換えのコンビネーションスピン、ポジションの転換も速やかで回転の速度も安定しています。最後にコンビネーションつけられるか。トリプルフリップ、ダブルトーループ。将来は振付師も目指しています。音楽の特徴を捉えて緩急を使ったステップシークエンス。エッジワークを極限まで深く使っていって明確に見せる必要があります。そしてコントロール力も必要ですね。レイバックスピン、ポジションも美しくフィールマンポジション決まっています。出方にも工夫をします。冒頭ジャンプに単独になりましたが、最後にしっかりとコンビネーションにしました。そして自ら振り付けのプログラム、感情表情豊かに滑り切っています。青木優奈です。荒川さん、冒頭は難しいトリプルルッツ、はい、トリプルループのコンビネーションでした。そうですね、はい、そこで少しトウをつき損ねたといいますかね、そこまで悪いつき方ではなかったんですけども、会心ではなかったということで、無理してコンビネーションジャンプにつなげずに、これですね、少し前傾してしまったんですね。もう少しきっちりトウがつけたら上に上がる力に変わったんですけれども、はい、ですのでそこでコンビネーションにはせずに、もう単独に切り替えて最後に飛ぶジャンプ、トリプルフリップでコンビネーションにしていくという戦略に頭を切り替えたと思います。ですので、まあ、引きずってはいないんですね。他のジャンプやスピンには影響は出ていないと思うので、ですので非常に冷静にこの試合運びできていたと思います、はい、青木さんの得点 61.44。 青木の得点です。 61.44 という得点になりました。
1番滑走の千葉百音が現在1位 68.02 です。